なんですけども、このねビート自体が、シャッフルの16音符、まああの日本だとね16ビートっていう言葉があって、でこれ日本だけなんですよね。で16ビートっていうと16拍子ってことになっちゃうので、おかしい言い方が。でまあ俗にはこれなんていうのっていうと、まあその音楽の名前とリズムの名前はまた違うんだけど、16音符が跳ねてる場合、チックチックティ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 ックというのは、これはねあのめちゃめちゃ大まかな分類でいくとヒップホップ、ヒップホップビート、まあもう今は古い言葉なのであんまり言わないけども、まあまあ超大まかにとってしまえば、跳ねてる16っていうのは、まあ、ヒップホップビートと解釈してください。でちょっと聞いてもらおうかなと思いますが、一拍の中にこういうビートになってるわけですね。で類似するビートいっぱいあると思いますので、まあ普段、好んで聴いてるような曲の中でこういうの探してほしいなと思うんですけど、こういったトラックを流しながら自分、トラックは、ヒップホップビートで弾いてますと、ね、だから自分自身をサックスは、まあイーブンの16分音符を吹くとなってる間に、このように、スクエアに取っていく、もう必ずイーブンで取っていく、こういう練習をしてもらうと結構リズムが良くなる、まあこともあるので、まあ、そういうのを練習してみてはどうかなっていうのがありましたね。もちろんその前の段階でちゃんとこのヒップホップのビートに乗れますかというのも必要なので、まあ、それはちょっとできてる、上でのお話にいたしましょう。アドリブの演奏なんかを例にとるとですね、まあ出されたそのパルスに対してどういうふうにサブディバイドしていくか、分割していくかというのが結構その人のネタを、まあ、豊富にさせる部分があります。でいう、そういう音楽的な面もあるし、まあ、単純にその人の練習、このチッチキ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 、このように例えば1、2、3、4、こういうふうに撮ってるわけですね。あ、ごめんなさい。そうね、終わってますね。で、これ頭の中ではその6連符で撮ってるんですね。タカタ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 、こういうふうに撮ってるわけですね。で、タタ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 、こういうふうにまあ演奏してるわけです。で、そのトラックに対してこちらはイーブンで1 and 2 and 3 and 4
ういう取り方をしていきましょう。ちょっとやってみましょう。
3連符ないしは6連符を練習する。でその3連符ないしは6連符の、演奏を、まあ、アドリブの中に入れる。ちょっとやってみましょうか。でこれに対して同じような割り方をしていくと、まあ、それはもちろんその間違いじゃないんですけども面白くない、まあ、飽きがくるということがあります。なので、まあ、一つには自分自身のリズムトレーニング、そしてもう一つにはそのアドリブに幅を持たせるんですね。こういった練習を、されてみてはいかがかと思っております。で、それではもう一度ですね、初めの方のトラックを使ってもう一回デモンストレーションしてみたいと思いますので、まあ、どんな音符がどこに入っているか、
気をつけて聞いていただきたいなと思います。
音楽を聴きながら、両手で弾いた音をこう叩くとか、まあ吹けるなら吹いた方がもちろんいいし、でこういうね、エクササイズをやってみて、もう本当に気楽に楽しめると思います。でその中で必死にやっぱり CD をちゃんと聴く、もうあの楽しんで聴くというよりは、やっぱ真剣に聴いてほしいと、まあ皆さんはあのそうしてほしいと思います。普通のリスナーさんは、まあ、あのいいなって思って聴いてるだけでいいと思うんですけども、それを訓練に使う、真剣に聴いて、でその間にどうやってるのこうやってるの、いろんなことを発見しながら聴いてほしいと思います。でそれで一緒に自分も演奏に参加して、上手になってほしいと思います。だからまあね、生身の人間がやってる音楽よりはこういうのはね、コンピューターでやってる音楽の方が向いている、打ち込み系の音楽ですね、こういったものは、まあ、もちろんあの、好きな音楽にそういうのはないっていう人はね、生のやつでやってもいいんだけども、まず最初に取り組むべきというか、まあ、べきかどうかはあれですけど、まあなるべく最初は打ち込み系の音楽、まあ、テンポ全く変わらないこれと、いうようなもの、まあ、最近打ち込みだからってテンポ変わらないとは限らないんだけども、なるべく簡素なもので練習を始めると、いいかなと、まあ、身につくかなというふうに思います、ね。今日この、まあ、アゲインドするその音符をですね、演奏するという、ことを、したためてみました。またね、あのやってみて、で結構ね、やってみるとね、ハマりますよ。面白いです。面白いし、ちょっとね、最初はうまくいかなかったりしますけど、まああの毎日続けていれば、あの本当に上手になってくると思いますので、ぜひぜひ取り組んでいただきたいと思います。ね、では今日も、ご視聴いただきありがとうございました。サックス奏者黒田雅之でした。